マロ、何してんねん。今、平屋で火を掘っている。いやいやいや、いつまでそれ掘るんですか。あー、まだかかりますね。最後に、ちょっと綺麗に見せるためにヤスリ掛けもしたいんで。いや、何その掘って、あすげえな、これ永遠に続く仕事ですね。そうですね、よく見るとちょっと出るようになったりとか、いろいろとちょっと工夫をしてますね。すごいな。はい、だからみんな自分には気使ってるんだ。なんか今、いや、今叱られた。あ、まあ、大きな声出さないでくださいって。あー、ちょっとやかましいぞ。新しい名刺、まだもらってないか。まだもらってない。おー、名刺もりき上がるんじゃない今日か。そうなんですよ、僕とゆうがみさん新しい名刺もらうんで。また動画も撮ってくださいよ。僕たちも髪を動かしたらいいんじゃない。あ、かすですか。いや、あかすんじゃない、ぼかす。あ、ぼかして。あ、そうですね。じゃまた届き次第、その、名刺の、どんな感じかっていうのも。めっちゃかっこよかった。かっこがいいですね。ちょっとかっこいいっていうか、かっこよさもありながら可愛らしさもある。まあまあ、そろそろ会社みたいになるよな。そうですね、僕ら営業部になります。